これかな、これでしょう。さあやっていきます。ソウルキャリー、は？は？なんで今ソウルキャリーと出てきた桜対戦2の実況のその2の3かな、うん、さっきもねソウルキャリバーやってた、やってこれを動画にあげようかなと思ったら全然勝てなくてもうやめた。取れ高が、取れ高的なものが、コングーって戦わないと。いいぞいいぞいいぞ、ソキソキしやるぜ。なんていいキャラなんだ。キャラが立っている、キャラ立ちしている。こんな、こんな怖そうなおじさんばっかり出てくる漫画とかは見たくないけど、ま、四天王のうちの一人ぐらいは、大日家一人ぐらいはこういう熱いキャラが欲しいよね。私、下品な男嫌いです。この目標、今までのやつと違う。おう、それぐらい下調べしておけ。おっ始めるか、おい、どっからでもかかってこいや。いいね、プロレスラーのような圧がある。てん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 、前回上げたところからのちょっと間が空いたからあれだけど、さくらくんが前にいるから、さくらくんだろう。初期配置みたいなもの変えれないからね。とりあえずさくらくん突っ込ませるから、さくらくん。そして隊長命令は山で行く。防御重視の方、了解。防御重視で突っ込んでいく。まあ、相手の範囲を見てね、相手の攻撃範囲を見てそれに合わせて動くというのもまあ手ではあるけど、相手の攻撃の範囲外を意識しながら動く、スパロボ的にはよくありそうな、そういうのはあるっちゃあるけど、スパロボっつうか最近ソシャゲであるね、なんだっけ、ラングリッサーとかいうやつとかもまあなんかあれじゃん、できるなら相手の攻撃範囲を見極めて動くみたいなとかある。まあね、ごちゃごちゃ、うごちゃごちゃ見て動くのはね、ストレスが多分。強いわ強かっこいいわ。これはありがとうございます。さくらくん、このさくらくんは守れる。攻め合いです。脇地はあんまり相手したくないな。やっぱ明らかにあの桜対戦1よりもスピーディーになってるね、攻撃が。まずい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 このおじさん強いわ。いい回復までした。頼れるのは自分だ。いや、このまま押していくね。すまんな、さくらくん。言わんとしていることはわかる。ここで倒しきるっていう自信がないんだろう。その自信がないのもわかる。だがな。さくらくんの剣にかける。
こんなんあったっけ合体攻撃みたいな今のあったっけ。熱い展開でした。やるじゃねえか帝国歌劇団。今日のところはこのくらいにしておいてやるぜ。強がりおじさん。おいてめえ頭らしいな。名を聞いておこうか。帝国歌劇団花組隊長大神一郎だと。なんかあのタタタタタタタって音がバックで BGM に聞こえる気がする。覚えておいてやろう。次に会った時どうにもな破壊神に名を刻んでやるぜ。やっぱ入ってる気がするな音がな。ゴホゴホゴホみたいな笑いすぎてゴホゴホみたいな今のそういう流れじゃなかった。逃がしてしまいましたね。みたいな音が後ろに入ってたんだけどね。あのコンゴが出るときだけあの音が。シャワー、これ覗きに行かなければ。いややめておこう。深追いは禁物だ。そうだよ、アイリスもそう思うよ。そうかな、だいたい深追いって禁物だけど。よかった、子供たちに怪我がなくて。でもとどめを刺しに行くのもありだと思うよな。深追いは禁物だけど。どうしたアイリス。そういえばこの第2話はアイリスの手紙っていう副題だったな。主題か。ホームシックアイリス。短距離ワープなんだ。どうしたんでしょう。アイリスなんだか急に元気なくなっちゃって。確かに。あの短距離ワープってもうちょっと距離伸びないのかね。テートまで一瞬で戻れたりするようになればそれはもう素晴らしい戦力なんだがなのだが。あ、もうちょっとだけ続くんじゃってどうしようか。14分だからね。戦闘パートだけでさ動画上がってるとね、戦闘っつうかなんつうかあのパートだけだとね。いやちょっとね、戦闘パートだけ動画的にはちょっと見たくないかもしれない。まあ戦闘パートだろうがなかろうがあんま関係なく視聴数は伸びないのがこの桜対戦実況でございますけどもね。歓迎会の続きをウィス。よし行こう。イエスマンなんでね、こういうところでいちいちノーっていうのはダメです。なんでもまあ断る必要のないことは断らないで行きたいよね。だからあんまり予定を入れないでいたい。あれこんだけだっけ。あ、アイスボールだ。お菓子どこで、この時代のお菓子とかどこで手に入れるんだろう。イタリア、フランス、ドイツ、そのあたりの国が揃っている。栄養価が低い。むしろ栄養価は高いのでは。いや、栄養価ってなんだっけかな。なんだっけどういう概念って聞かなかった。アミノ酸とかの、あれだっけ。充足率とかだったっけかな。パパね。織姫くん。いや、これはまずいんじゃないか。なんでもないです。って言って終わり。普通に好感度が上がるチャンスを失っただけのような気もするな。難しいな。このどれが一番正解の選択肢か。どうして怒ってるんだい。つっついている。竹やぶをつっついている。なんか好感度が上がるチャンスを失ってむやみにこう刺激しただけみたいになってるな。
歓迎の空気が一理ある。織姫くんどうした？煽るもの煽った結果これよ。なにこれ、なにこれ、珍百景。あいつ落ち着くんだ。早速子供と喧嘩している織姫が。ほんと問題児だな。織姫とかいう問題児。あ、大丈夫だ、アリスは。って何ですか？まあこういう空気読めない人もまあ組織にはいますわ、きっとね。まあそれでもね、組織としてというチームとしてやっていくんだったらね、まとめていかないと、隊長だから。少しおかしいぞ。全部織姫にフォローを入れたな。人にはそれぞれ事情がある。アリサって例外じゃない。こんだけグイグイって好感度下がる普段の俺か。そしてフォローもできないという普段の俺か。グイグイ行った結果中途半端に接しようとしない方がね、距離を置いてる分他人行儀なぐらいがちょうどいいみたいな、そういうところあるよな。やだやだ。これが昼日中にやってて、今12時ぐらいにやっててよかった。夜にやってたら悲しくなってたな。ちょっとアイリスを探しに行くんだったな。多分ここにいるような気がする。テラスにいるような気がすると思うから、とりあえずまずシャワールームを覗きに行こう。なんとなく織姫がいるような気がする。戦闘が終わったらシャワーを浴びたいですっていうワードがあったから、ほんまか？ほんまか？いやー本当か。どうなんだろうな。どうなんだろうな。あの怒らせた後にさ、あの怒らせた後に、いやーやめた方がいいと思うな、こればっかりは。一旦切ります。これ20分来たんでね、一旦切ります。